はい、夢蔵でーす。本日の言葉はですね、ひまわり好きの素敵なカップルさんからヒントを得た言葉になります。お楽しみください。ありがとうございます。はい、完成でございます。本日の言葉ですが、初心のハートがいつだって答えだねという言葉でございます。今日お会いしたお客様が初心という言葉をお出してくださいましたが、迷ったらですね、初心の心、そこに答えがあるのではないだろうかと思います。では次回もお楽しみにでございます。ありがとうございます。